どうも、モノオキトです。今回はちょっと新シリーズを始めてみようかなと思います。題して、モノグッズ。モノグッズっていうのは、僕の持っているグッズ、モノオキトのグッズでモノグッズなんですけど、いろんなね、僕の手持ちで持っている、普段使っているものをちょっとずつ紹介していこうかなって思っています。で、第1回目の今回は、車中泊や車中泊キャンプで使っているグッズを紹介していきます。量が結構あったんで、前編後編に分けます。前編の今回は調理器具関係のグッズを紹介していきます。まず一つ目、トランギアさんのメスティン。これは結構定番ですよね。キャンプとかね、好きな方はよく使ってらっしゃると思いますけれど、僕は主にお米を炊くのに使ってるんですけれど、蓋もねお皿にもなるし軽いし、で僕はこれにテフロン加工してまして、業者に頼んで加工していただいたんですけれど、すごいいいですね。何がいいかって言ったら、やっぱり焦げつかなかったり、特にお米がこびりつかないんで、スッと拭けちゃう感じがあるんで、とっても重宝してます。テフロン加工するとアルミがすごく柔らかくなってしまって、蓋がちゃんと閉まらなくなるとか、ガタつきが出るみたいなこともネットで出てたんですけど、まあちょっと緩めにはなったんですけど、実用レベルでは問題ないし、まだその加工してもう1年ぐらい経ちますけど、剥げてくることもなく便利に使ってます。メスティンに付随してこちらですね、長バット網っていうんですかね、こんな感じでメスティンの中に、で中にちょっと少量の水を入れて火かけると中のもの温められたり、蒸し系の調理が簡単にできるんで、すごく重宝してます。またメスティンに付随してなんですけれど、エバニューのハンドルショートっていう、この鍋つかみですかね、取っ手ですかね、これをメスティンの板にこうつけて、これで簡易的なフライパンみたいな感じで使ってます。なるべくね、調理器具増やしたくないんですよ。もう本当に最低限の中でやりたいんで。ただね、これ挟むところが結構そのまんまの金属なんで、このテフロン加工したところがちょっと削れるんじゃないかなっていう心配は若干あるんですけど、まあ今のところ大丈夫ですね。次に紹介するのがシェラカップ。シェラカップすごい好きで、これ一つでね、お皿にもなるし、コップにもなるし、直接火にかけられるから鍋にもなると。あとシェラカップの良さって、重ねてねスタッキングできるんで、まあ、それも気に入ってます。僕は3種類のサイズを持っていて、まず一つ目のキャプテンスタックのシェラカップ、 630ml 入るちょっと大きめのやつなんですけど、これは鍋と夜間として使ってます。630もお水入るんで、例えばカップラーメンとかね、インスタント系のお湯を沸かすのにも全然大丈夫ですし、めっちゃ使ってますねこれ。だから逆に言うと、僕鍋持ってないです。お湯沸かしたりするときにやっぱり蓋が欲しいなと思って、100均で、これなんだろう、ケーキ作る時のなんかホールの底なのかなみたいなのが、なんかちょうどサイズがぴったりで、これを蓋代わりにしたんですけど、取っ手がついてないんで、これも確かセリアだったかダイソーだったか、 DIY コーナーというか、なんていうんですかね、取っ手何かする時の取っ手に磁石をくっつけて、でパチンとくっつくようにしました。これだったらね、片付ける時に邪魔にならないんで、つけたい時にスッとつけられるんで、めっちゃいいですね。夜間として使う時に、特にコーヒーを入れたりする時に、この注ぎ口がないんで、うまく入れられないんですよね。なんでこちら急須キャスターっていうのを発見しまして、急須の口とかにつけて注いで後のね、これ尿漏れみたいな尿漏れないと、っていうなんか商品らしいんですけど、これをちょっと加工して形を変えて、なんとかこうくっつくようにしてコーヒー入れたりするときに入れてます。なんか点滴みたいな感じでポタ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 入る感じになったりするんですけど、何もないよりかはいいんですけど、これで上手にねコーヒーを入れられたことはないっす僕はね下手なんですけど、一度もね豆が膨らんだことはないです。同じくキャプテンスタックのシェラカップですね。こちらがなぜこれを選んだかって言いますと、 180ml のメモリが振ってあるんで、お米をね炊くときにちょうど1合がこれでパッと測れるっていうところでこれにしました。で 200ml のメモリもあるんで、これ一つでね、あのお米を炊くときに計量カップみたいな感じで使えるんで、これを選びました。で最後にスノーピークのシェラカップ。そんなね、僕スノーピの信者でもないんですけど、チタンかっこいいみたいなちょっとミーハーかな唯一僕が持っているスノーピークの、ものなんですけれど、まあ半分今の冗談なんですけど、これの良さっていうのが、やっぱりこの指に持ち手がフィットする形なんですね。何にこれをよく使ってるかって言ったら、まあお酒飲む時に特別感みたいなね、
焼酎入れたりしてるんですけれど、やっぱりこう持ち手がすごい安定するっていうのが最大のあれですね。で、あとチタンでこう火を使っていけばいくほどちょっと虹色っぽい感じでこう変色してくるんで、それもまたかっこいいなと思って。ただ難点もあって、めちゃくちゃ軽いんですよね。これ強風が吹くと飛ばされたりとか、あと持ち手が火を当ててるところに近いんです、若干熱ってなったりすることもあるんですけど、さほど気にはしてません。次はコーヒーミル、ポーレックスのセラミックミニ。これも結構有名ですよね。皆さん結構使われてる方多いと思いますけれど、これもやっぱり 何がいいかって、コンパクトさとすごいミニマルな機能ですかね。僕みたいなお一人様にはもうちょうどよくて、豆の粗さもきちんと調整できますし、必要最小限ですね。これはすごく重宝してます。で、同じくコーヒー関係でコーヒーバネットですね。これもユニフレームのやつなんですけど、これはシエラカップ用ということで購入したんですけど、まあ、正直言うとちょっと微妙ですね。すごい安定性が悪くて結構不安定なんですよね。カタ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 して。でもすごくコンパクトに折りたためますし、おすすめはしませんけど、僕はこれを使ってます。で、コーヒー関係にもう一つ、これは普段ね、家でもどこでも愛用してるんですけど、タンブラーですね。同志社タンブラー蓋付き、 Amazon でね出てますけど、これの何がいいかって言ったら、やっぱりこの保温力が高くて、割と長時間温かいもの、僕はコーヒーを常に入れてるんですけれど、一番いいなっていうところはやっぱり密閉型っていうところですかね。完全にこう逆さまにしてもこぼれないんで、すごい重宝してます。常に持ち歩くんで、そのまんまだと手に持つしかないから、ぶら下げられるような商品を探してたら、こちらクリーンカンティーンっていうブランドなんですかね、僕は初めて見たんですけれど、ファイントリングっていう商品がありまして、ぴったりこのタンブラーにもつきまして、こんな感じで腰にぶら下げてね、もうパッパッとね、飲みたい時に外して飲むみたいな、でまたすぐ腰にぶら下げるみたいな感じで、運用してます。ただまあこれも弱点があって、やっぱりこう背が高い割には底面がすごい細いんで、ちょっとパーンって触ったりすると倒れちゃったりするんで、これで一回僕キーボードにコーヒーかぶしたことあるんで全てが気に入ってるわけじゃないです。あとさっき漏れないって言ったんですけど、最近ちょっとパッキンが緩んできたのか漏れ始めただからね、めっちゃいいっすよみたいな感じでおすすめはできないんですけど、あとまあこれ超余談なんですけど、これAmazon で、はい、画像はこちらなんですけれど、もともと白色のペイントがしてあったんですけど、なんかなーとか思って、全部紙やすりでね、何日かけたかな全部削って無垢のステンレスみたいな感じにしました。なんでやったんですかね、暇だったんですかねでもね、結構いいでしょいいと思ってくれる人がどれだけいるかわかんないけど、僕はこれがかっこいいと思ってます。はい、じゃあ次の紹介するものはこの S ビットポケットストーブではなくて、 S ビットのパチモンですね。で、これもね、もうかもなく不可もなく、多分そんなに本家と変わんないと思うんですけど、もう結構硬いんですけど、開けるときは。これとメスティンのね、組み合わせが最高なんで、これに固形燃料を入れて、火が消える頃にはご飯が炊けてしまうっていう形です。これはめっちゃ愛用してます。これ買ってよかったです、後編にね、紹介するんですけど、これも以前動画で紹介したこともあるんですけれど、ロゴスのピラミッドグリルコンパクトの焚き火台をこいつの上に乗っけて使ってるんですけれど、僕の使い方としては焚き火台と炊飯の2種類でこれ使ってます。次は同じく火関係でこちらですね、岩谷さんのジュニアコンパクトバーナーです。これもねめっちゃ使ってます。よく似た商品でソトさんのレギュレーターストーブ ST310 っていうのがあって、その2つですごい迷ったんですけど、形がもうこれは単純にかっこいいなって思って買ったんですけど、使い勝手に関しては展開する手間が結構あるんですよね。毎回使うたびにこの展開する作業がちょっとめんどくさいなって今は思ってます。で、あとこれだと冬場は全然問題ないんですけど、夏場とか暑い時に長くね火をかける時にカセットボンベが熱せられちゃうんで、遮熱板もね買いました。で、これをこういう風につけて、それで使ってます。まあでもデザイン好きだな、見た目的なデザインは好きです。で、これに付随してこちらユニフレームさんのバーナーパッド M サイズで、ちょうどねこのジュニアコンパクトバーナーのこの五徳の部分にほぼほぼぴったりぐらいのサイズで乗るんで、これにしました。で、これは何かっていうと、炎を熱にね変換するというか、直接もう一点集中で鍋とか温めたりするとそこが焦げたりするんで、これを敷くことで
直接の炎を熱に変換させて調理するときに、まんべんなく熱を行き渡らせるというか、ただお湯を沸かしたりするときとかは時間的にロスっちゃうんですよね。だからお湯沸かすときとかはこれ全然使ってなくて、でかつ僕そんなに料理しないんで結局あんまり使ってないんですけど、ただこれを乗せると安定するんで、結構ねジニアコンパクトバーナーの孤独がさほど物を乗せた時に安定するかって言われたら、乗せるものにもよるんですけれど、安定性に欠ける部分がちょっとあるんで、これを敷くことで安心してね上に物を乗せられるみたいな部分はあります。バーナー関係でもう一つ、外のスライドガストーチ、これも結構皆さん使っている方多いんじゃないですかね。最近めちゃくちゃ月が悪くなってきちゃって、多分気温が低いっていうのもきっとあると思うんですけれど、カセットコンロ用のボンベで中でこう充填できるんで、すごく便利ですね。うん。けど本当に月が悪くて、なんかこれ寒さだけじゃない気が最近してて、うん、なんか知ってる方教えてください。めっちゃ月が悪いんですけど。あ、ついた。あと押すところがセーフティーロック機能がついてて、パチッと引き出さないと押せない仕組みになってます。これは便利であるんですけど結構ストレスかな押したい時に押せないみたいな。で次は、ウィンドスクリーンですね。車中泊キャンプで外でお米炊いたりね、火使ったりするときは使ってます。割とコンパクトでもう必要最小限という形で、まあちょっと軽いのかな、ウィンドスクリーンだけど風が吹くとこれがファーって動いたりするんですけど、まあそれも多分使い方次第だと思うんで、はい、どんどんいきます。次はカトラリーセット、でこれはおおむね満足してます。スプーンとかフォークとかね、まあ、ナイフはさほど使わないんですけど、ちゃんとカチッと止まってストッパーがあるんで、ずれなくてすごい使いやすいですね。一つ難点を言えば箸が丸いんですよ。コロ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 転がっちゃうんで、これが角張ってたら最高だったなって思います。これもレビューにはちょいちょい載ってるんですけど、ネジが緩む、うん、確かに使ってる時にあ、ちょっとネジ緩んできたなみたいな部分があるんで、そこまでひどくないです、うん、でこれがいいのは袋がメッシュになってて、洗った時に濡れたままねまとめて袋に入れて吊り下げとけばそのまま乾燥するんで、そこはめっちゃ便利です。次は、ナイフ。僕が買ったのはディージョっていうブランドのホールディングナイフなんですけれど、これはもう完全に見た目のデザインにしびれたんでこれにしました。畳む時も癖があってプレスって書いてある場所があるんで、これを押しながらすると簡単に固めます。で切れ味はそんなに良くないです。でこれ刃がステンレスなのかな、研いだりとかっていうのもあれなんで、まあ、僕はあんまりその辺に興味がなくて、結構皆さんねあの手この手でナイフをね研いでらっしゃる方が多いみたいですけれど、僕はそのまんま使ってます。なんですけどこの木の部分は艶出しっていうか保護っていう面もあるんですけれど、エゴの油に何日かこうつけておいて、はい、でしっかり乾燥させてから使ってます。やっぱりこの木の部分かっこいいんですよねこれはもう完全に所有欲的な面で気に入ってるというか、単純に好きですこれは、はい、であとまな板、ダイソーで108円で買ったやつです。このサイズもね、まあ、僕みたいにあんまり料理車中泊でする気がない人には、まあ、十分かなって思います。これもリーチョのナイフと同じようにエゴマ油を何回か塗ってやってから使ってます。で以上なんですけれど、一応番外編としてこちら矢沢のトラベルマルチクッカー、これなんで買ったかっていうと、サブバッテリーをちょっと大きいものにして、もうこれからオール電化で行ってやろうとか思った時があって、この車内で火を使うと一酸化炭素を毎回こう考えるのはすごくストレスだった時期がありまして、電気でね調理する器具っていうところで買ったんですけど、意外と電気食うんですよねこれ。300ワット強は使うみたいで、サブバッテリーの減りがすごい早くて、僕はね長期の車上生活とかを想定している部分もあって、冬の期間とかね住めないからってところであったんで、でかつね YouTube のねこの動画編集をここの中でやるってことを考えると、やっぱり電気ってすごい大事で無駄にしたくないなって思ったんで、で今ねこの紹介した火を使って調理することで何ら問題なくできますんで、最近はもう全然使ってないです。であとこれ使ってるとこの安全装置かなんかで一定の温度が上がると勝手に電源切れちゃうんですよね。米とか炊いてる時とか何かしてる時にもうランプが切れてるみたいなこともたまにあって、そうですね、だからちょっと今回はこれは番外編とさせていただきました。ただこれについているこの鍋、形がちょっと四角っぽくて、ラーメンとかの黒麺系はすごい調理がそのまんま入るんでしやすそうだなとは思います。はい、ということで物グッズシリーズ第1回目の前編は以上です。簡易的なものしか持ってないんですけど、今んとここれで不自由なく
は車中泊生活は送ってます。次回の後編はフィールド編ということで、外でね、車中泊キャンプとかで使うものを中心に紹介していこうと思います。じゃあ今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったり役に立ったり、また見てみたいなって思ってくださったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやってます。ぜひぜひフォローしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。モノオキトでした。ではでは。